ハローエブリワン。今日は6月の11日にライブストリームをやった時に見つけた自動販売機からの食べ物です。愛知常滑という場所の、大きいイオンモールに来ています。ではさっきの自動販売機から買いましょう。まずは、ごぼ天うどんね、ごぼ天うどんから買いましょう。じゃーん、これ迷ったらこれ迷ったらこれと書いてありますね。ごぼ天うどんはお金を入れて、よいしょ、ピー、4番で買う。キーガちゃんやったかな。これが落ちちゃった。よいしょ、インナーボックス800円。すごいよいしょ。おお、すごいおお、立花うどん、すごいしっかりした箱に入っててね、800円でしょ。重いよ、うどん。すごい冷凍です重たいこれ芋、スイートポテトス。おお、スイートポテトス、美味しそうだね。だいたい500円。This is small cutting smalls. Silk sweet. This is one whole baked potato, 1000 yen. And Taiwan castella. This is castella. カステラのベンディングマシンね。チョコレート味プレーンなの抹茶、1000 yen。ではやっぱこの焼き鳥これね。いろいろあったね。皮、チキンスキンあと豚ポーク&スキンなんで本尻いろんなこうバラエティパック売ってます。じゃあ、やっぱりそうね、いっぱい全部入ってるからこれねバラエティパックにしよう。あとはまあ豚バラだけもあるけどね、バラエティパック1000円、1000円です。よいしょ、もう一回いきます。はい1000円で、5番で買う。さあ出てくるかな。はい、出てきたー。これです。これだけ入ってます。多分2本6本ね、6スティックスジンギスカンガチャ。これはジンギスカンだけど It's kind ofラッキーバッグじゃなくてガチャだからね、ガシャポンIf you win 4000 yen のラム肉4000 yen、飛行機の旅をあなたと共に飛行機の旅にセントレアから行きましょう。では味噌玉うどん、これチタ牛ね、チタのビーフだからチタ、このエリアは、チタ、ここの常滑は知多半島にあります。知多牛ですね。これも美味しそうだけどね、これも美味しそうなんだけど、これタイね、タイでしょ。これタコでしょ。それからこれアスパラすごい美味しそうだね。ハンバーグとあるけど味噌卵にしましょう味噌卵いきます。あ、1300円だ、足りないじゃん、1000円じゃん。1300円ですね。はい、1000と300円で、3番買う。ただー、これでまずお釣りと、これだ。あ、ちっちゃいIt's small smaller than I thought it would be ちょっとちっちゃいですけど、これ後で食べましょうではこんだけねおうどん、福岡のおうどん、立花うどん、うどんでしょ、スープでしょ、ネギとごぼ天が冷凍で入ってました。焼き鳥はいろいろ、やっぱり冷凍ね。で、味噌玉牛丼、これも冷凍です。さあ温めますよ。じゃーん、できました。ごぼ天うどんでしょ、焼き鳥いろいろ、味噌玉牛丼。では焼き鳥から焼き鳥はね豚バラです。豚バラすごい香ばしい。グリルで焼いた焼き鳥屋さんみたい。塩コショウが効いてて美味しい。これかな。これが鶏のもも、裏にしますぞ。ほら鶏のもも、もも肉。ガーリック、ニンニクがすごい効いてる。あ、ニンニクが入ってるんだニンニクと鶏もも、ニンニクと鶏ももの串。おいしい。鶏皮、ちょっと甘辛で本格的。ぼんじり、ぼんじり、しりじり、柔らかい。甘辛の味で美味しいこれはね、自動販売機からと思えないでは、味噌玉牛丼。これさ、NGO 名古屋の空港機内食。じゃあこれ牛が入ってます。おお、大きい牛、大きい牛だよ。牛丼の牛。ちょっと硬いかなこれでも牛丼の甘辛い味だよこれもね。あとは卵とご飯。この卵がね美味しそうなんだけど、やっぱりね、牛丼に卵っていうのはよく合うのよ。ね、でこの紅生姜、よいしょ、紅生姜、これがこの牛丼の味付けとよく合うの。玉ねぎも入ってた、まあこれは名古屋らしい機内食ね。立花うどん、九州の久留米のおうどんなんだって。ごぼ天、ごぼうの天ぷら。オーブントースターでね焼いたの。ごぼうに甘みが出て、天ぷらにすると甘みが出るよね。そしておうどん、ふにゃふにゃ柔らかいそしてスープ、がねこれちょっと透明のスプーンじゃないから見にくいよね。あおいしいこれね。スープが薄味でお魚のだしね効いててね、すっごいおいしい。このうどんね、立花うどんって言うんだよね。おいしい、見てくれてありがとうございます。焼き鳥とおうどんは本当に美味しかったんです。自動販売機からこんな美味しいものが買えるなんて、やっぱり自動販売機は楽しいです。前回のビデオの明太子スナック当選者はディスクリプションにあります。また次のビデオでギブアウェイしますね。次はどんなビデオにしようかな。いつもありがとうございます。